どうもこんにちは、たまちゃんです。さて、ニアオートマタとディアブロが融合したバビロンズフォールの大型アップデートが発売後1ヶ月も経たずして行われました。バージョン 1.1.0 ですね。で、それに合わせて公式放送が行われ、もう現状ね、運営は厳しいのではないかという意見もある中、まあもろもろね、開発の方たちの話が聞けたので、今回はそのアップデート内容と公式放送の内容に対して私が現在どう考えているのかなどお伝えします。まずは大型アップデートの内容に関しまして、以下が追加されています。装備品100種類以上、新種族、新武器、新モード、新規ストーリーやクエスト、鍛冶屋の機能、ランキング機能、その他バランス調整や最大パワーが150から200に増加したり、装備品の能力の調整が行われています。もうなんかいきなりすごいですね。スタートダッシュをかけてきた、そんな印象を受けます。で、中でも目を引くのが、新たな武器種の斧と、新装備が100種以上。これは遊びの幅が広がりそうで、喜ばしいですね。まあ大変かもしれませんが、武器種はね、今後、どんどん増やしてほしいです。まああればあるほど面白くなると思うので。で、細かく見ていきますと、まず新種族追加。それに合わせてキャラクタースロット数がね、4体まで増えてるようですね。現在1人のみですが、ちょっと見てみましょうか。一番下、これかな？モルザム。で、個人的には、この種族によるね、見た目の違いが、もっと欲しいなぁと感じてます。まあ今みんなね、なんかスラッとした普通の体型で、ゲームを開始すると同じ人が並んでる、そんな印象なので、まあマッチョとかね、小さい可愛いキャラとか、まあ種族ごとにね、尖った体型にして欲しかったとこですが、まあ今からではもう難しいんですかね。で、次は最大パワーが150から200になってますね。で、これにより、今までようやく150にしてトレハンしていたのに、また200まで上げて装備を集めなくてはいけないのは大変ではないかという意見を見ました。まあ、ただ、鍛冶屋のね、合成で武器のレベル上げが可能なので、これは大きくは問題はないのかな？まあ、もちろんね、素材が必要になってきますが、まあ、特にパワーを上げきって遊んでいる人は、素材もね、たっぷり持っていそうな感じもします。で、今回の引き上げが行われたということは、もうそれだけね、多くの人が、早く150にまで到達していたということなんですかね。まあ私はまだね、パワーが89でありますが。まあこれは今後もどんどんね、引き上げが行われるかもしれませんね。ただし、パワーの引き上げが行われただけだと意味がないので、まあ今回追加された新装備が150以上にならないと手に入らないものがあるとか、まあそういうものがあるんですかね。まあまたパワーに応じたね、コンテンツ、新モードなど増えてくれると、それだけ遊びがいが出てきますね。そしてその新装備が100以上増えるとのことで、これは度肝を抜かれましたね。そんなに増えるゲームあります？まあ見た目とかもすべてね、新しいものが用意されてるんですかね。まあ見た目はね、色違いとか全く一緒でも良いので、性能が別だったりすると、もうそれだけでね、嬉しいですね。まあ装備がね、追加しやすいシステムになっているのであれば、それ自体がかなり売りになりそうですが、まああらかじめ作っていたものを前倒しにしたのか、どうなのかですね。まあ今後もアップデートのたびに大量の装備追加が行われるのか、注目していきましょう。で、新武器種の斧、グレートアクス。これは固有アクションで、敵の攻撃を食らってもひるまなかったり、ダウンしなくなるんですかね。まあ、これを活かした構成を考えるのが面白そうですね。例えば攻撃速度の速い武器で体力を回復しまくるような構成にして、で、敵の攻撃を意に介さず切りまくるといった遊び方ができそうです。で、斧というと振りがゆっくりで、コンボと被りそうな印象もありますが、まあ、違いがね、どれくらいあるかはまた別途ね、試していきましょう。で、鍛冶屋の機能追加は、これですね。リファイン。マテリアルが不足してます。現在できないようですが、これは武器についている特殊効果を別のものに変更できるというものですね。ランダムで再抽選となるのかな？
まあ、ただし制限があるので、すべてを理想なものに変更することはできないっぽいですね。まあ、そうしないとハクスラゲーとしてね、現物ドロップが楽しめず、素材を集める系のゲームになってしまうので、まあ、この制限はね、折衷案として、うまいところでしょうか。で、新モードのガントレット、これは推奨パワー150になってますね。まだ全然受けられないな。まあ、これは先ほどの鍛冶屋のね、新機能、リファイン。それを使うための素材が落ちるそうです。で、内容は、しっかりとした装備を揃えないと、攻略が難しいそうですね。で、ランキング対応とのことで、タイムアタック的なものがあるのかな？まあ、ハクスラゲーとしてね、楽しめるものなのか、あるいはアクション寄りのゲームになってるのか、まあ、これもね、今後試していきましょう。150は、しかし、まだまだ先だよね。他にはもろもろバランス調整が入っており、例えば攻撃速度の速い武器と遅い武器とで、同じ特殊能力がついている場合、まあ、速度はね、速い武器の方が有利になるわけですが、ここら辺が改善されるような調整が入っているようです。で、現在、弓と剣がね、好まれて使われているという状況に対しては、さらに今後ね、調整が入るようですね。まあ、棍棒と杖と盾、これらも使っていてね、気持ちよい、そんな状況になってほしいですね。ただ、現段階でも研究すれば、面白い使い方がね、あるのかもしれませんが、練習できる場所がね、ないんですよね。なので、気軽に気持ちよく使える武器に、人気がね、集中してしまうんでしょうね。で、次は、先日行われた公式放送に関してです。まあ、まずは公式のディスコード、そこに寄せられていた、フィードバックに関してね、多く触れられていました。まあ、そのフィードバックのチャンネルはずっと見ておりましたが、現在のね、バビロンズフォールが抱える問題点がずらりと上がっており、まあ、プレイしてる方ならもう頷ける、そんな内容が目白押しで、まあ、開発の人たちも当然把握されていたものと思います。まあ、それらが解決したら、ようやくこのゲームを始まる、みたいな感じになるでしょうか。たくさんのね、改善が必要になるでしょうね。で、現在バビロンズフォールですが、あまり売れてないみたいなんですよね。もうSteamにおいてはストアページを見ても現在賛否両論が200件くらいなんですよ。これ全然知り渡っていないインディーゲームのようなレビュー数になってしまっています。これはまずスクエアエニックスやプラチナゲームズのゲームをよく買っていた人たちが購入を避けてしまったのでしょうね。まあ同時期に出たスクエニの新規タイトルトライアングルストラテジーというゲームがまあ、結構売れてるみたいでね。他にもファイナルファンタジーオリジンや、他の会社ではエルデンリングなど、まあ、この時期はね、新作が目白押しで、そんな中どれを選ぶかとした時に、バビロンズフォールは優先度が下げられてしまった感じなんでしょうか。で、まあ、なぜ避けられたかの理由の一つとして、まあ、公式放送でもね、言われてましたが、まあ、そのバビロンズフォールに関するネガティブな意見のうち、発売時期が悪い、というものの次に多いのが、グラフィックスに関して、とのことです。まあ、それによって、先日ね、グラフィックス関連のアンケートが行われていました。まあ、私もね、ちょっと答えたんですけれど。まあ、つまり、スクエニやプラチナゲームズのゲームを買う人は、まず見た目を重視しているのかもしれないですね。そして、そういう人たちに全く刺さらなかった。一方、ハクスラ好きの人たちは、もうグラフィックスはね、二の次で、内容がまず第一という方が多いかと思います。まあ世のハクスラゲーはね、そんなに見た目は重要ではありませんからね。もう美男美女からはかけ離れた、海外特有のもういかつい顔のね、キャラクターを操作して遊んだりしますから、むしろそっちの方がいい、みたいな。ではこのゲームは、ハクスラ好きの人たち向けの内容になっているのか、と言いますと、そうでもない要素がね、結構あります。まあ、道中の障害物レースみたいなものや、ツルツル滑る床とか、あと行動範囲がね、狭められるギミックとか、ムービーがスキップできないとか、まあ、ハクスラゲーとして見ると、嫌われてしまう要素が多い状況です。で、フィードバックでどなたかが、ハクスラ要素のあるアクションゲーではなくて、アクション要素が面白いハクスラゲーを目指してほしい、と言っており、まあ、確かにね、ハクスラ好きとしては、そうしてほしい感じはありますが、しかし一方、アクションゲームやね、マルチは苦手だったが、このバビロンズフォールを買って遊んでみたら、もうとても面白くてハマっている、
という声もあり、まあ、いわゆるハクスラゲーのコアなファンの人ではない、まあ、純粋にね、ゲームとして面白いという感想を持つ人もいるわけです。まあ、世の中ね、ハクスラゲーのファンよりも、そうではない人たち、もうハクスラって何?という人の方が圧倒的に多く、まあ、そういった人たちにね、アピールしていかないといけないわけで、まあ、ここら辺も考えられて、現在のバビロンズフォールは作られていると思います。まあ、なのでね、ハクスラが好きな人と、ハクスラを重視していない人、まあ、両方がね、満足する内容になるのが一番なのでしょうが、まあ、なかなか難しいとこなんでしょうね。で、一応この解決策的なものは、他のゲームでは取られていたりするわけですが、まあ、ここら辺はまたね、別の機会に、何かの動画でお話しできたらと思います。というわけで今後はグラフィス面にね、相当テコ入れが入る可能性もありますね。でもそんなに変えられるんですかね?まあ、美男美女とかね、増す方向にはなるのかもしれませんが。まあ、次のアップデートでのニアオートマタコラボ。それは一つの山場と見てるようで、まあ、それまでによりゲーム性が良くなるように可能な限りの調整は行われるようです。しかし、それにしてもね、スチームの状況?これは海外の人にね、全く刺さっていないどころか、そもそも存在さえね、知られていないかのような数値ですよね。海外向けには広告がね、全く出てないんですかね。まあ、あまり売れていないだろうということから、ユーザーとしてもね、今後が不安になってしまいますが、まあ、公式放送でも言ってましたが、まあ、すぐには終わりませんとも。買い切りのゲームでもありますしね、まあ、救いにということで、まあ、少なくともスマホゲームのような、いきなり打ち切りはないでしょう。まあ、全部改善してから販売するというのが本来は一番良いのでしょうが、まあ、予算のね、問題もありそうですし、もう現代ではよくある、まずは発売してからどんどん改善していく、そういうスタイルを取ったんでしょうね。まあ、今後じっくりと大型アップデートを繰り返し、評判をね、取り戻す形になるんじゃないでしょうか。で、スクエニのゲームの復活といったら、FF14 がありますよね。ファイナルファンタジー14。まあ私はね、FF14 の発売日、プレイ組なんですが、その時のね、世の評判はかなりものでした。もう悪い意味でね、もうここから絶対に復活は無理だろうと言われていたくらいです。まあしかし現在は、FF14 はね、もうすごい売り上げになっている。ということで、まあバビロンズフォールもね、いつかそういった日が来るのかもしれません。で、もったいないのが、まあどなたも言ってることで、キャンペーンモードをクリアしてからが面白いっていう点なんですよね。まあ、まずはその面白さを初めから体験できるようになる。そこが第一歩なんでしょうか。まあ、Steam でもね、体験版が3月中に登場するとのことですが、序盤からの面白さが体験できないと逆効果になってしまうかもしれないため、まあ、この点をね、優先して改善してほしい感じはありますね。もう人が増えないと更新頻度が下がってしまい、今遊んでる人たちにとっても良くない結果になってしまう。なんてことも往々にしてありますからね。じゃあというわけで、初の大型アップデートを迎えたバビロンズフォールは、今どんな感じなのか、情報と感想を交えつつお伝えしましたが、まあ、これからもね、バビロンズフォールはじっくりと遊んでいきたいタイトルなので、まあ、今後もね、機会があれば、どんどん動画に撮影していきたいと考えております。まあ、気になる方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは実況はたまちゃんでした。また次の動画でお会いしましょう。